すごい。3000人いて10、600チームいて13位で一応俺の功績として語っとこうか。今までのゲームで一番成績いい,じゃないかいそんなことないでしょ。俺結構大会の成績いいんだよ。だ優勝したことないんだよ。俺2位はね、何回か取ってんだよ。なんか。なんで取ったっけ一番最初のエックトの大会2位だったのね。で、楽天カップとかもなんか、 違う。なんか、ソロの超滅とかも2位だったの。シルバーコレクターなんだよ。で、ポケモンの CR カップも2位だったでしょ。で、俺とユフナとオニアで出た、再開予想されてた楽天カップ確か3位とか4位だったのね。いっつも吉生に負けんの。え、でもさ、加藤さんもさ、なんかさ、やっぱ歳も取ってるしさ、俺みたいにさ、やっぱねえ、あの、一生懸命やれないからさ、勝てないと思う、一生って言われて、あのクソ野郎に。ゴミ生に。 俺ゴミ生って呼んでんだけど最近。いっつもゴミ生に負けるのね。ソロでも吉生優勝してたし、ポケモンでも吉生優勝してたし。<laughs> 布団と UK と出たエーペックスすらゲバイを覆してた。<laughs> 覆して16位とかあったよね <laughs>。あれノーチャンよあれはマジでノーチャンスあんなにノーチャンスなことってないぐらいノーチャンス でも、結構ね、個人の成績は良かったんだよ。俺1500ダメぐらいず,ずっと出したし。ノーちゃんだったけど、頑張ったは頑張ったんだよね。あれ大健闘してたんだよ。なんかその、コアなファンに向けてちゃんと歌ってんだな、みたいな。その時のアルバムの曲、歌って、えー、ミスセルでい番好きけなんだろう。えー、で前の曲になっちゃうんじゃない古い曲になっちゃうんじゃないかな。一番、街で流れてた時。 曲知らないライブ行くのは嫌絶対ミスチルはそんなこと思ってないよ。<laughs> お前ら見たらガンガンいるから、ね。あれだけどミスチルそんなこと言わないよ。来たや、あのさ、知らない曲もあるかもしんないけどさ、ちゃんと来てほしい。より聞いたもん、ミスチル言ってたもんだって。吉永も言ってたよ。え、でもさ、曲知らなくてもさ、アーティストはさ、現地に来てくれるのが一番嬉しいと思うって言ってたよ。ゴミ生が。 それが逆だよね。え、でもさ、なんかさ、ライブまで来てさ、曲知らない奴はさ、もうそういう奴こそがんなんだからさ、そういうにわかはさ、普通にさ、YouTube とかでさ、無料で消した方がいいと思う。そっちかなゴミ生だから。そっちかもしんない。普通にさ、来てほしくないんだよね。あの、どの恋。え、でもさ、 あれなんだよね。なんかわざわざさ、本当に好きなファンがさ、いるのにさ、なんかさ、あの、そいつらがさ、当たってないんだからさ、知らないやつはさ、別にさ、円盤なんか、あの、DVD とか買えたうんだよね。って思う、俺は。しかもそれ言ったことに俺後悔してないし、それ切り抜かれたとしても、別に、俺は間違ってないと思うんだよね。すっごい。め、ね、ものすごい。 どの恋、メガネかけたの俺さ、こい、俺、キリ抜き見だよ。俺はさ、こいつにはさ、負けないと思うって言って負けてた、昨日。<laughs> トパチャリで。<laughs> なんかさ、向こうさんとかさ、チームメイト負けてるけど、な見た感じ、俺はこいつには負けないと思うってってストレートで負けてた。で、こうやってカメラ目線した、こうやって。<laughs> 素材ありがとうと思った、俺は。